3年の竹原力です。はい、チームの、はい、ご出身の中学校、あと道場か、はい、中学は福佐二中、福佐市立福佐第二中学校で、道場が福佐警察署少年剣道部です。中学生時代以来の実績というのは何かありますか？団体で東京都ベスト16ぐらいです。この東海大菅生に入学したきっかけ、何につながっていますか？自分は中学の試合で坂田先生やその時にいた先輩方に声をかけられて、自分は高校選びに最後まで悩んでいたんですけど、やっぱりその一番最初に声をかけてくださった菅生高校の皆様と坂田先生に菅生高校でトップを取ろうと言われたので、こう選びました。実際入学してみて、東海大菅生の雰囲気とか経緯とか、どうですか？他の学校と比べてトレーニングが多くて、稽古もとてもしっかりしているんですが、坂田先生がよく言うのは、稽古だけができる人が強いわけじゃなくて、その日常生活もしっかりできないと剣道は強くなれないので、そういうところは感じました。チームではどこの選手ですか？自分は中堅をやっています。ご自身の今残している実績の高校時代は、どんなものですか？ついこの間、団体で東京都優勝しました。関東大会の選手ですか？はい。3年生で、先ほども話させてもらいましたけど、ね、これから大会、最後目標とか、抱負を教えてください。自分たちはもちろん全国へ行くっていう気持ちはあるんですが、一個上の先輩方は最後の目標と言っていた試合がなくなってしまったので、その思いをしっかり引き継いで、その全国や東京都でトップを取って、全国でも上位へ目指せるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。